行くぞ野郎ども。ルフィと仲間たちはエースを救うため処刑台へとひた走る。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場、死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。かたじけない。バギーはルフィに身代わりにされ、突如ミホークの前に放り出された。黒刀夜の一撃を受けるバギー。許さーん。貴様、鷹の目だな。鷹の目だな。おし、上がる。うわぁぁ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 おし、上がる。うわぁぁ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 ぁさあ、ふん、さあ、やっまだだ。うわぁぁ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 こちらの関係。その程度だ。押し上がる。やっさあ、うっ、押し上がる。押し上がる。押し上がる。やっ、ふっ、さあ、うれ、やっ、ふっ。義兄エースを救うため海軍三大将に挑んだルフィだが力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青キジ、しかし白ひげ海賊団一番隊隊長マルコの翼が氷の刃を阻んだ。侵入を許した。狼獄者は包囲壁を越えたからだ。おっとっと、それで終わりだよ。ちょ、気をつけな。元帥殿、湾内の海賊たちが妙な動きを。
大津に向かって海を渡れ。何が何でも広場へ上がるんだ。ほら、やっこ、これで終わりだよ。スルチザン、マルコに助けられ青キジの攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。だけじゃねえ。麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。ガチのバズーカ、大きい、バズーカ、困ったね。この子供のよっ、お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 お、白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなすてべる。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。一人で三大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ、しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。イワちゃん、最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれ、岩ちゃん。今戦えなくて
もしエースを救えなかったら俺は後で死にたくなる。今戦う力を俺にくれ。だからバタアシはバナータに死なれちゃう。ドラゴンに合わせる顔面がねえっつってんのに、このバキャベルメイン。分かったわよ、勝手にしやがれ。ルフィ、イワンコフにテンションホルモンを注入され再び立ち上がったルフィ。またエースを処刑する気だ、あいつら。エースを救出するため処刑台へとかける。攻撃パターン変更。帝国攻撃。高威力の武器を使う。完全に満足。交差。ケーブル強力ファイル。ノック。よっと。おりゃ。はっ。は、攻撃。よっと。おりゃ。だ。ふっ。攻撃を受けている。よっと。よっと。ふっ。いるぞ。ふっ。なん。ダメージ。おん。なん。跳躍。は、回避。よっと。警告。跳躍。ロー。は、攻撃。ふふ。なに。うりゃ、この。ふぅ。でや、くらえ。重大なダメージ。よっと。ふぅ。うりゃ。跳躍。は、は、ロー。はい、警告。ふぅ。危険。体。くらえ。おい。ふぅ。ふぅ。ふぅ。でや、よけ。うりゃ、この。ふぅ。
攻撃を受けている。ポンポン強力な攻撃。なん危険。さらに攻撃を続け、六方ハム帝国回避ハム六方ハム重大なダメージダメージ危険ダメージ続けていくわ。ハムハムザハム各部に激しい損傷。長野六方ハム帝国回避攻撃を受けている。跳躍破壊回避この危険味方がやられている。ダメージ重大なダメージ攻撃ダメージ攻撃を受けている。危険戦闘不能戦闘に応じる方を援護跳躍は帝国損傷各部に激しい損傷跳躍強力は続けていくわ。強力なはメンスペクトラムダメージ攻撃パターン変更任務失敗。ボアハンコック七部会。おい危ねえぞお前。攻撃中止。味方だ。そうかお前ら味方か。ありがとうハンコック。また名前を。ルフィの目の前で倒れたマルコ・ジョズ。海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげ。しかし
心は折れてはいなかった。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ白ひげ。やれエーサー、見ろ白ひげ。やめろの。覇王色だ。おいおい、マジか。あの小僧。ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気に圧倒される人々。白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。一大事よ麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかいって聞いてんの。キャブラウヒーハー。白ひげのおかげがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。余計だ麦わらボーイ。虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな、鷹の目。